さて、サッカー J1 リーグ清水エスパルスの開幕戦が3日後に迫りました。ここからは永井さんです。はい、昨シーズンなんとか残留を果たしただけに、今シーズンは巻き返しを期待したいところ。開幕戦を前に今日は2年半ぶりに復帰した高橋大悟選手と中継でつながっています。高橋選手、よろしくお願いします。お願いします。高橋選手、以前所属していた時と比べて髪の色ずいぶん明るくないですか？これ開幕戦に向けてですか？いや、ちょっと、はい、はい、ちょっと気合い入れようかなと思って気合いが髪の方にいっちゃいましたかなり似合ってますよ。ありがとうございます。はい、そんなね、笑顔も素敵な高橋選手ですけれども、改めてご紹介します。こちらどうぞ。高橋選手は鹿児島県屋久島出身の22歳。2018年の入団後、 J1 リーグの出場機会がなかった中、期限付きで移籍した北九州でブレイク、ゴール量産で J2 昇格に貢献し、その後も2シーズンで19得点を挙げるなど大きな成長を遂げ、今年満を持してエスパルスに帰ってきました。ということで、久々のエスパルスということになるんですけれども、高橋選手、チームの雰囲気いかがですか？久々に帰ってきて、やっぱり清水らしいというか、すごく楽しくやれてます。はい、北九州ではかなり自信をつけたと思うんですけれども、大きく成長できた要因っていうとどんなところですか？すごい、北九州に行った時に強い覚悟を持って、行ったので、そこでこうダメだったらもう僕はサッカー選手として終わりというぐらいの気持ちで行ったので、貪欲にどんなことでも一生懸命やれたのが良かったかなと思います。そしてエスパルスに帰ってきて、熾烈なポジション争いもあると思うんですけれども、改めてご自身の強みいかがですか？やっぱ僕は左利きですし、同じ左利きはなかなか、僕のチームにはいないので、ここは、僕のものだけだと思ってますし、そこはこう強みだと思うので、出していけたらなと思います。確かに右サイドに入ることが多いのかな。ただ右サイドから左利きですので、中にこう切れ込んでカットインからのシュートなんてね、いうシーンも見たいなと思うんですけれども、高井選手、開幕戦に出場すればご自身では J1 初出場となるわけなんですけれども、非常にワクワクしませんか？はい、もうすごく楽しみにしてますし、もうそういうことだけではなく、結果を出さないといけないと思っているので、全体としてすごく楽しみにしてます。そしてズニさんからも質問どうですか？あ、よろしいですか、すみません。高橋選手ね、はい、ネットの情報なんですけど、バームクーヘンが好きだって書いてあったんですよ。いや、それは誰が書いてるかわからないですけど、はい、はい、好きでいさせてもらってます。今まで食べたバームクーヘンで一番美味しかったのはどこですか？好きだったの？ジーチローさんです。あ、ジーチローさん、やっぱり地元に気を使っていただき、いやいや、そこしか知らなかったです、すいません。でもそれ美味しかったと。あ、美味しかったです。あ、よかったです。以上です。そこはちょっと、ね、気使ってもよかったかもしれないですけれどもね。はい、その高橋選手の活躍が期待される開幕戦ですけれども、今月19日、そしてテレビ静岡では午後1時30分からの事前番組を含めて実況生中継でお伝えします。